2023年のおすすめのイベント5つお伝えします。こんにちは。お一人様限定の紅茶教室をしています、じゅんじゅんです。ぜひぜひね、行ってほしい紅茶のイベント5つを今日はご紹介します。これまででもね、あ、素敵なイベントだなっていうのはあったんですけど、お伝えしきれなかったので、今日はね、これから始まる紅茶のイベントについてお伝えしていきます。この動画を見てためになったなとか面白いなと思った方はぜひチャンネル登録してください。ということで、イベントお伝えしますね。紅茶のイベント行くと何がいいかって、やっぱりね、新しい茶園との出会い、新しい茶葉との出会いがあるんですよね。しかも試飲できる、実際に飲んで紅茶と出会って購入することができるんですよね。これはなかなかいいですよね通常のお店で買うときに試飲でさせてくれるところもあれば、試飲できないところもありますよね。どんな紅茶ですかって聞いて店員さんが教えてはくれるけど、でも味わいってね、聞いてもちょっとわかんないじゃないですか。やっぱり飲んで確かめて、あ、美味しいなとか思って、こうね、店員さんとこうお話ししながら買う方が楽しいし確実ですよね。そういったね、試飲ができて新しい紅茶に出会える、とってもとってもおすすめなイベント5つご紹介します。一つ目は、ルピシアさん。ルピシアのグランマルシェ2023です。もうルピシアさんのこのマルシェは長いですよね。2008年からね、ずーっと全国各地で続いています。お茶の無料試飲会。ルピシアさんが扱っている紅茶だけじゃなくて、緑茶とかウーロン茶とか、フレーバーティーもそうですけど、約100種類。100種類がずらーって会場に並びながら試飲ができるんですよね。昔はね、誰でも当日サクって入って飲ましてもらって買うっていうことができたんだけれども、今は会員限定のイベントになってますので注意してほしいなと思います。といっても会員になるのは簡単で、ルピシアさんの商品を確かね、6ヶ月以内に3000円分の商品を買っている人はこう会員になりますとか言って丸をつけたり、オンラインだったらチェックすればすぐ会員になれるそうなんですね。なので興味ある方はぜひぜひチェックしてほしいと思います。このマルシェは日にちが決まっていて、仙台からスタートします。で、札幌が6月なんですよね。この6月に今年のね、ダージリンファーストフラッシュが間に合うか間に合わないかっていうところかなって思います。そして7月の大阪はセカンドフラッシュ、間に合うかな間に合わないかなっていうような、そんな風にちょっと考えているんですけども、もしかしたら全国ね、各地同じものを提供するために、今年度のね、ファーストフラッシュとかはダージリンはもしかしたらね、出さないかもしれないんですけど、チェックしてほしいと思います。本当に100種類、おそらく日本の紅茶イベントなく、日本の紅茶イベントの中でも最もたくさんの紅茶を飲めるんじゃないかなと思うので、これからね、いろんな紅茶を知りたいっていう方にはぴったりなイベントです。ぜひぜひ行ってみてほしいなと思います。一つ目、ルピシアさんのグランマルシェでした。そして二つ目が、ワールドティーフェスティバル。阪急梅田でね、毎年1年に1回行われる紅茶のイベントです。2017年に始まって、2021年はコロナの影響で中止になったんですけども、それ以外をずっと毎年定期的に行われてきたんですね。まだ今年はね、発表されてないんですけど、でも去年あったし、今年もやるんじゃないかなって期待しています。で、例年通りで行くと、5月の中旬から2週間ほど、ゴールデンウィーク終わった1週間後ぐらいから2週間かけてやっているので、チェックしてほしいなと思います。今ね、これを見ている方で、いや、大阪行けないしって思う方がいるかもしれません。でも、オンラインでね、このイベントは参加できるので、覗いてみてほしいなと思います。毎年ね、決まったテーマはね、あるんだけれども、でもね、そのテーマに関係なく世界中の紅茶に出会えるんですよ。イギリス、フランス、スリランカもね、もちろんトルコとかね、マレーシアとか、普段なかなか手に入らないような貴重な紅茶にも出会えるので、ぜひ行ってほしいです。シングルオリジンっていうその産地だけの、産地のね、名前がついた紅茶だけじゃなくて、フレーバーティーやブレンドティーもあります。で、現地行ける方は、茶葉だけじゃなくてね、スイーツとかソフトクリームとか、すんごい美味しいものいっぱいあるのでね、そちらも楽しんでほしいなと思います。でね、紅茶だけじゃなくて、洋食器とか紅茶にこう、まつわるいろんなものがね、ずらーっと並ぶんですよ。もう見てるだけでめっちゃ可愛い。
だけど、やっぱ買っちゃうんですよね。買っちゃう。で、大体商品は一つ1500円前後かな、のものが多かったので、中には3000円ぐらいのものもありました。でも、大半がね、1500円ぐらいのもの、1500円前後が多かったので、ちょっとね、多めにお金って今言わないね、カードだね、カードだけど、ちょっとそれをイメージして予算を組んでいただけたらなと思います。で、たくさん買ってもね、茶葉って軽いんですよね。そういう面ではね、ほんとありがたいですよね。まだね、お知らせが来ていないので、雰囲気だけでもと思ってね、インスタを見るとね、よくわかりますよね。なので、インスタを皆さんと見てみたいなと思います。色鮮やかですよね。ほんといろんな茶葉がこうやってあったり、さっき言ったソフトクリームがあったり、茶葉だけじゃなくてね、洋食器があったり、なんか世界観すごいですよね。こんな感じでいろんな世界中の茶葉が並ぶので、ぜひとも現地にね、足を運んでほしいですし、もしね、遠方の方で行けないよっていう方もオンラインで参加できますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということでですね、二つ目が、ワールドティーフェスティバルでした。そして三つ目、京都で行われます吉田山大茶会っていうのがあるんですね。2010年からスタートして、いろんなね、お茶に出会えるイベントです。こちらはもう日にちが決まっています。2023年6月の3日と4日、土曜日と日曜日です。これはね、吉田神社っていう、まあいかにも京都っぽいですよね、神社でね、神社の境内でやるんですけど、そういったイベントです。で、吉田神社って、まあ知らないですよね。きっと京都の人じゃないと知らない。でも、こういう風な表現したらちょっとピンとくるかなと思うんですけども、平安京って昔、なんか歴史で習いましたよね。その平安京の守護神だったって言われるような神社なんですね。ね、ずっと昔からあるような神社なんですけども、そこの境内で、お外だね、外でやります。だからもう、すんごい開放的です。しかも入場料も無料。だから手軽にちょっとね、立ち寄って、中をね、覗いてみるってことがしやすい、そんなね、イベントになってます。で、なんでこれおすすめかというと、時期的に6月なので、日本のね、和紅茶のファーストフラッシュがずらって並ぶんですよ。本当に取れたばっかりの今年のね、ファーストフラッシュ。なかなかね、いろんな県のものを一斉に試飲してね、購入するってできないじゃないですか。そういったことができるイベントなので、ぜひ知ってほしいと思って今日ね、ご紹介しました。去年、私日曜日の後半、2日目のね、日曜日のお昼ぐらいに行ったんですよ。そしたら、もう、ほぼほぼなくって、売り切れって、すごい残念だったんですね。でもその中でも、このね、矢部紅茶、買ったんですよね。福岡県のお茶の千代の園さんの和紅茶とか、それのね、ファーストフラッシュ買ったんですけど、他にもいろんな和紅茶並びます。で、和紅茶だけじゃなくて、中国茶とか韓国茶とかね、そういったアジアのお茶も並ぶので、本当いろんな紅茶との出会いがあります。で、もちろん、春摘みだけじゃなくてね、夏摘みセカンドフラッシュっていうものも、秋摘みのね、紅茶も揃ってます。なかなか和紅茶を一斉に試飲できるってないと思うんですよ。しかも日本全国。だから和紅茶が好きな方とか、あとは青々しいファーストフラッシュが好きだっていう方にはぜひ立ち寄ってほしいイベントです。貴重なね、お茶もね、販売されて、手摘みで今日ここでしか、並べられないんですって、数が少ないからっていう紅茶もね、たくさんあったので、気になる方は行ってみてください。確か、マイカップを持って行ったような気がするんですよね。マイカップを持って、念のためにマイカップを持ってお出かけしてみてください。ということで、三つ目がですね、京都で開かれます、吉田山大茶会でした。そうそう、こうね、雨でもやるんですよ。こう中のね、スペースを使ってやるので、雨でも朝10時から17時までやってるので、ぜひぜひ行ってみてください。そして、四つ目、ジャパンティーフェスティバルです。ジャパンティーフェスティバル。これはもともと2015年にですね、シングルオリジンティーフェスティバルっていう名前で始まったんですけども、2018年から今のね、ジャパンティーフェスティバルに名前を変えて、毎年秋に東京で行われています。これは関東最大級の紅茶のイベント。で、まだこれもね、アナウンスされてないんですよね、詳細が。だけど、
2021年はね、コロナでなかったんですけども、去年あったので、おそらく今年もやってくれるんじゃないかなっていう期待を込めて今日ね、お伝えしています。例年通り言うと、だいたい10月の終わりから11月初旬の土曜日と日曜日に、東京の産業貿易センターっていうところでね、行われます。もう2000名を超えると言われる、ものすごい数の来場者が集まるね、そんな大きなイベントです。で、小学生以上はね、チケットが必要なので注意してください。で、チケットも前売り券と当日券があります。昨年はね、もう前売り券なくなって、キャンセル待ちでね、チケットを発行したぐらい、すごくすごく人気のイベントなので、発表されていけるって分かった方は、ぜひね、前売り券を買ってほしいなと思います。確かね、前売り券の方が当日券よりも500円ほどお安く買えるので、ね、行けるって分かっている方は、ぜひ、前売り券を購入されることをお勧めします。でね、このイベントでもね、言われてるんだけれども、紅茶って、こう、一杯だけ飲んでも、あ、こういう味だなって。まあ、この味わいを表現はできるんだけども、難しいんですね。だけど、紅茶が、2杯、3杯とこう横に並んでて、どうかなって飲み比べると、紅茶の特徴がすごく鮮明にわかるんですよ。やっぱね、比べて初めて味わいってわかるんですよね。色にしろ、香りにしろ、味にしろ。だからここの紅茶、このね、イベントの趣旨は、好きなだけテイスティングしてっていう趣旨なので、本当にね、いろんな紅茶を味わって、自分の好きなもの、あ、こういう紅茶飲んでみたいなっていうのを見つけてほしいなと思います。もちろんね、ここでしか味わえない、そんな紅茶もありますし、これまでの動画でも紹介した、レインブラントティーさんとか、ウーフさんとか、千代の湯さんとかね、お茶の梶原さんとか、もう本当に、もう飲みたい茶葉がね、たくさん並ぶんですよ。あ、ただ、マイカップ忘れないように持っていってくださいね。で、さらにね、このイベントでは、和紅茶をね、より発展させようっていう目的で、プレミアムティーコンテストっていうのがあるんですよ。そこでね、和紅茶部門とほうじ茶部門で入手紅茶が決まるのでね、またね、そこで決まった紅茶もご紹介したいなと思っています。ということで、4つ目がジャパンティーフェスティバルでした。ぜひぜひ、日にち決まりましたらお伝えしたいと思います。そして最後、5つ目がですね、こちらもまだ決まっていない、詳細は出ていませんが、自紅茶サミットです。もう自紅茶ってね、その地元で作られた紅茶。なので国産紅茶のね、イベントなんですね。で、このイベントの面白いところは、毎年開催場所が変わるんですよ。去年はね、鹿児島県の南九州市でした。もう南九州市というと、知覧が有名な日本で一番生産量が多い市町村になります。で、今年はどこになるか、ほんと楽しみですよね。このイベントの楽しいところ、やっぱり自紅茶っていうこともあって、その地元の地域の活性化みたいな、そういった側面もあるんですよ。だから、去年だと、薩摩焼きのティーカップをマイカップにして、こう、試飲できるよって言った、そんな感じで、その地のものを扱ったティーカップがね、毎回ついてたり、地域の人たちで一生懸命なんかね、伝えてくれるようなお祭りなん、あ、そういったね、地域の人がいろいろ催してくれるあったかいイベントなんですよ。なんていうの？試飲するときも、紙コップもね、まあいいんだけど、やっぱり紙の香りとかするじゃないですか。で、そんなね、紙コップ、まあありがたいですよ。ありがたいんだけれども、やっぱその地域のね、土で作ったマイカップがあると、ちょっとテンション上がりません？ね。例年では10月の最終週か11月の最初。なので、先ほどのね、ティーフェスティバルが終わった後ぐらいに、だいたいいつもあるイメージです。入場は無料なんだけども、試飲するにはチケットが必要です。で、できればね、前売りを買ってほしい。なぜかというと、前売り券にはマイカップがつくんですよ。まあ、自分のね、オリジナルの好きなね、ティーカップ持って行ってもいいんだけど、でもなんかね、その土地のね、焼き物で、その土地で、いろんなね、日本の和紅茶を楽しむってなかなかできないですよね。なので、そういった楽しみ方もしてほしいなと思います。ということで、5つ目が、自紅茶サミットでした。そして最後にですね、私もオンラインのイベントをしています。月に1回ですね、第4土曜日と第4火曜日に、その月のね、テーマを決めて、オンラインお茶会をしています。最近で言うと、
まさに今日の午前中と次の火曜日にあるんですけど、ダージリンのファーストフラッシュを楽しむ。そんなね、テーマをもとにお茶会をします。なんでこの時期にファーストフラッシュって思いません？なぜかというと、今が一番美味しいからです。この時期が本当に和紅茶のね、ダージリンのファーストフラッシュの味が熟成されてね、より味わいも香りもね、広がって美味しいんですよ。でも、一般的にはやっぱりファーストフラッシュって、ね、5月とか6月にね、春に売られて、春に買って飲み終えちゃうじゃないですか。できれば、熟成して今ぐらい、もしくはもうちょっと後でもいいんだけど、もう1年後でもいい。それぐらいで熟成するとよりね、豊かな味わいになるんですよ。まあそういったね、豊かな味わいのダージリンを楽しもうっていうのが、まあ今月のテーマなんですけど、そんな風に毎月テーマを変えて、なかなか普段飲めない面白い紅茶を集めたね、お茶会をやっているので、詳細はね、毎回公式 LINE から発信していますので、ぜひ登録をしてください。ということで、2023年おすすめのイベント5つお伝えしました。どうでしょう？ぜひぜひ、1年に1回のイベントになるので、今年の紅茶どんな味わいかなと試してみてください。そしてまたね、そういったイベントでおすすめの紅茶、これからも紹介していきます。どうぞよろしくお願いします。ということで今日はここまでです。ありがとうございました。